バーモバーモテニスコーチのドッペです。今回は皆さん女子の世界ランキングナンバーワンの選手についてご紹介できればと思っています。今回ご紹介するのはですね、オーストラリアのアシュリー・バーティ選手です。アシュリー・バーティ選手、もうご存知の方も多くいらっしゃると思います。もう本当にこの方、決勝戦準決勝の常連の選手ですよね。この方のですね、全てのショットが力強くて、そして安定感があって、もうフォームもこのフォアハンドやバックハンドのフォームもですね、真似していきたい、そんな綺麗なフォームをしていくんですよね。今回もですね、この選手について少し深掘りをしていきたいと思っていますので、こんな感じでご紹介できればと思っています。今回はですね、アシュリー・バーティ選手のプロフィールなんですけれども、この方のキャリアはですね、実は変更されているんですね。実は1回テニスをやめているんです。その時の心境であったりとか、コメントなんかもご紹介できればなと思っています。そして次にランキング、そして戦績、そして次に大坂なおみ選手との対戦成績なんかもちょっと触れていきたいなと思っています。そして最後にプレースタイルを少しお話していきます。はい、それでは行きましょう。はい、ではですね、この方最初にですね、テニスを始めたのは4歳または5歳の頃だというふうに言われています。そして15歳の時にウィンブルドンジュニアでも優勝しているんですね。これシングルスで優勝しているんですよ。いや、素晴らしいですよね。15歳の時に優勝していますから、いやー、これは本当に素晴らしいなと思います。なので彼女はですね、好きなコート、サーフェスではグラスコート、芝のコートを好きだということも言っています。そして2013年、この2年後ですよ、この2年後に2013年で全豪オープン、ウィンブルドン、全米オープンで、これダブルスで WTA ツアーです。ここで準優勝しているんです。この1年の中で、この1年の中で3つの大会で準優勝しているんです。ダブルスで準優勝しているんですよね。いや、本当に素晴らしい。もうこのダブルスでこんなに輝くしい成績を収めているんですよね。いや、素晴らしいな。ただここで先ほどもお伝えした通り、実はキャリア、実はテニスを1回やめているんですね。もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、テニスを2年間、やめています。もうトーナメントを全く出ていないんですよね。この時にですね、バーティ選手はどんな心境だったのか、どんな思いだったのかというところですね、コメントも残してくれています。私はここまでたくさんの成功を収めることができてとても幸運だった、それでも私はとてもホームバディだった。本当にいろんなところの世界を転戦していって、家族とつながることができずに少し道に迷ってしまったと。私たちはその愛情や思いやりを失うことはなかったんだけれども、少し遠ざかってしまった、少し距離を感じてしまったというふうに言っています。そこに私は戻りたかった。私はその家族、私の家族と私を最も愛している人々に戻りたいと思った。私は何か違うものをしてリフレッシュする必要があったと。私が望むほどテニスを楽しんでいなかったというふうに言っています。やっぱり世界を転戦していく中で、やっぱり一人でプレーしていかなければいけないというような、まあ、孤独感って言ってしまったら大げさかもしれないんですけれども、なかなか家族と会うことができなかったというのはとても寂しい感情だったのかなっていうふうに感じますよね。これはみんなトッププレーヤーの選手だけじゃなくて、テニスプレーヤーみんなそういうふうに思っているんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ここでですね、クリケットに興味を持ち出して、そこで知り合いに頼んで、そしてクリケットのチームに入るんです。ここでプロのチームに入っていくんですね。このクリケットのチームで何試合かしていくんです。これ1年半2年弱、このクリケットを専念していくんですね。オーストラリアクリケットが有名ですよね。その国でクリケットをやってみたかったっていう気持ちもですね、わからなくはないですよね。しかもまあちょっとテニスから遠ざかっていきたかった、少し家族と一緒にいたかった、国内で頑張っていきたかったという気持ちがね、ここにはあったのかなって思います。ただここで2年弱、ここでクリケットを励んでいく、頑張っていくんですけれども、この後2017年の頃にですね、復帰する前にこういうことを言っています。バーティ選手は1対1の戦いが懐かしく感じた、その1対1の戦いがないことを寂しく感じて、気持ちの満ち引きであったりとか、勝ったり負けたりすることから来る感情をまた味わいたいと思ったというふうに言っています。いやー、本当に皆さんこのキャリアについてどう思いますでしょうか。個人競技から団体競技に行って、そして団体競技からまた個人競技に行く、この何かこう勝ち負けであったりとか、気持ちの、また感情であったりとか、そういったものがまた変わってきたんでしょうね。早い段階で成功を収めた、テニスの中で早い段階で成功を収めて、これからまた頑張っていくぞって時にキャリアを断念した。もちろん19歳20歳の頃にキャリアを変えて、まだまだ若い、これから何でもできるというような状況ではあるかもしれないんですが、なかなかできるもんじゃないですよね。そしてこの後にまた戻ってきた、気持ちの切り替え方だったりとか、気持ちの感じ方、勝負の感じ方だったりとかがまた変わったのかなっていう感じがありますよね。そしてこの後
2017年から彼女の活躍がまた彼女の活躍がですね出てくるんですよね。はい、それではランキングに行っていきましょう。では少し時を戻して2011年からデビューをしていくんですけれども、2011年ダブルスとシングルスのランキングをですね一緒にご紹介できればなと思っています。このダブルスシングルスは2011年15歳の頃なんですけれども、この時に、ダブルスでは1174位、シングルスでは544位、2012年も、ダブルスで229位、シングルスで175位というふうになっています。そして次の2013年ですよね、ここで17歳なんですが、ここの時にダブルスで世界ランキングは12位、ツアーでも1勝しています。ここでですね先ほど言ってたグランドスラムで準優勝3回取ってるんですね。そして、シングルスで129位、まあ、129まで上ってるだけでもすごいなと思いますよね。次に2014年、ここでですね18歳の頃なんですけれども、2014年はダブルスで12位、ここでもツアーでダブルスで1回優勝しています。シングルスでは153位をキープしているんですね。そして2017年、ここからがすごいんです。ここから21歳なんですけれども、ダブルスでランキング世界ランキングは11位、ツアーでも3勝していて、この時にダブルスで全仏オープンで準優勝しています。シングルスでもかなり上げてきました。シングルスで世界ランキング17位、ツアーでも1勝しているんですね。17位まで上げてきてましたね。本当に素晴らしいなと思います。この前だって2年間ブランクがあるんですよ。その中で17位まで上がってきてるんですよね。しかし2018年、ここに2018年では22歳の頃なんですけれども、ダブルスで世界ランキング5位、ツアーでも4勝、全米オープンでも優勝しています。シングルスでも世界ランキングは15位、ツアーでも2勝しています。ここで2019年、去年ですよ、去年、ここでダブルス世界ランキングが6位、ツアーで1勝しているんですが、シングルスです。ここ爆発してますよ。シングルスで世界ランキングが1位、ツアーでも4勝しています。全仏オープンで優勝していますし、 WTA のこの最後のツアーファイナルズでも優勝しています。いやー、ここ本当に上がってきましたね。ダブルスでもすごかったのに、シングルスでもここで1位になっているんですね。ここで今年はですね、ダブルスでは世界ランキング13位まで下がっているんですけれども、シングルスで1位をキープしています。全豪オープン、今年の全豪オープンでも準決勝まで進んでいるんですね。いやー素晴らしい。いや本当にもうダブルスでも成績を残していますし、シングルスでもしっかりと成績を残している選手、いやー本当にこの選手ですね、ダブルスでもシングルでも何でも強い、本当に何でもできるような選手なんじゃないかなというふうに思います。そして大坂なおみ選手、大坂なおみ選手との対戦成績はこちらになります。実は大坂なおみ選手とは4回しか戦っていないんですよね。もちろんキャリアはちょっと中断したっていうのもあると思うんですけれども、4回しか戦っていなくて、その中で2勝2敗しているんですね。そして対戦した試合というのはこちらになるんですね。もう2勝2敗なので、もうどちらも本当にお互い譲らないラリー戦をしていましたよね。いやー本当に似たようなプレイヤーなんじゃないかなっていうふうに思います。本当にこれからも準決勝だったりとか決勝戦で大坂なおみ選手ともう本当に当たることがたくさんあるんじゃないかなと思いますね。この2勝2敗がどんな形になるのか、10勝10敗になるのか、それともどっちかがリードしていくのか、本当に楽しみですよね。この次にですねご紹介するプレースタイルでもですね、いやー本当に素晴らしいんですよ。何がすごいかって、この選手もう全てのショットが本当に安定感があって、そして力強いショットを打っていくんですね。もちろんその選手、もちろんそういったことができる選手ってたくさんいると思います。でも安定感があるんです。ファーストサービスも本当にいろんなところに打ち分けていくんですね。そしてこの方166センチの身長とは思えないほどですね、もういろんなところに足を動かしていって、もうコートカバーリングであったりとか、またはボレーに出てもこれは反応がとても早いんです。なのでいろんなところを取ることができるんですよね。そういったですね前に詰めていくショットもとても素晴らしい。そしてフォアハンドストロークもハードヒットをしていくだけじゃなくて、スピンショット、ムーンボールなんかも使っていってですね、深く深く入れていって、相手の足元に打ったり、または相手をコートの外側に打っていったりとかしていくんですね。特に素晴らしいのがやっぱりダブルスのプレイヤーとして素晴らしいんですけれども、この方ダブルスのリターン力も素晴らしい。そしてボレー、前衛を守っている時ですね、このボレーに出ている時の本当に反応がとても早い。今年のブリスベンの大会でこの
ダブルスで準優勝したんですけれども、その時に何度も何度もなんでそんな反応ができるんだと、よく取れるなっていうようなですね、そんなですねボールも拾っていくんですね。そうやっていって反応、瞬発力であったりとか、または安定感であったりとか、そしてショットのコントロールであったりとかがとても素晴らしいんです。もう見ていて安心感がある、安定感がある、まあ、もちろんミスはしますよ、もちろんミスもしていくんですけれども、でもですね、何かこうバーティー選手にボールが行った時にどこにボールを打つんだろう、どんなボールを打っていくんだろう、そしてどんな攻め方をしていくんだろう、そんなですねワクワクするような、なんかですね彼女を見ていると、本当にゲームプランであったりとかゲームメイクであったりとかがとてもですね面白い、そんな攻め方をしていくんですね。そしてスライスショットも素晴らしいんです。このスライスショットもですね、女性の片手バックハンドでなかなか打てる人はいませんよ。でもそれをですね彼女は打っていくんですよね。こんなですねプレースタイルをしていって、もう僕はですねこのアシュリー・バーティー選手がこれからどんな試合をしていくのか、もうとても楽しみだなというふうに思います。もちろんですね他の女子の選手もご紹介をしていますけれども、このバーディー選手はもう本当に他の選手とは群を抜いて、もう飛び抜けて僕は上手いんじゃないかなと思います。もう先ほど言ったもうとにかくブレない、体幹がブレない、このですねストロークの安定力、そして力強いショット、そして意表をつくようなゲームプランであったりとかをしていきますので、そういうところをぜひ皆さん見ていってほしいなというふうに思います。真似してほしいなと思いますので、ぜひこれからも応援していきましょう。はい、今日もですねちょっと長くなってしまいましたけど、アッシュリー・バーティー選手、オーストラリアのアッシュリー・バーティー選手についてご紹介させていただきました。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではチャオチャオ、バイバイ。